いつもご視聴ありがとうございます。桃太郎です。これで何本目ですかね。このカーボン調の話、カーボン調のダイソーのシートですね。前回のこのカーボン調シートの動画でですね、9月になってから経過報告またしようと、またさせていただこうということでお話ししてたんですが、もう10月に近くなってしまいましたけども、結論的に言いますとですね、外であろうが中であろうがこのカーボン調シート剥がれません。脱脂をちゃんと振るというのが多分前提にはなると思うんですけど、私の場合本当に全く剥がれる予兆も何もありませんね。ですので、ぜひ興味ある方は自分で切ったりなんかしてちょっと装飾をしてみてもいいのではないかと思います。あくまで自己責任でお願いします。一番古いので大体3ヶ月持ちましたし、台風もあって雨、それから暑さもかなりありましたからね。で、一番過酷なのはこのグリルのところの真ん中の部分の2つだと思いますね。今から見ていただくここが一番耐えてるところだとは思いますけど、全く問題なかったです。で、今の部分にちょっともともと貼った時にですね、異物が入ってまして、これがちょっと気になってたんで、今回はですねこれちょっともう剥がしてみようと。で、まず異物何が入ってるのかなっていうのを見てみようということで、今剥がしてるんですけど、結構ねこれきっちり拭いてんですよ。これはね、で、出てきましたね。やっぱりこうなんか石みたいな、ちっちゃい石粒みたいなのがはまってましたね。で、これ一回取ってですね、もう一回貼ってみてもなんかいけそうな感じだったんだ。せっかくなんでこれ今度剥がしたら大丈夫かなっていう。やっぱり一番このプラスチックのところのメッキ調のとこですからね、なんか糊が浸食しておかしてないかっていうのも気にはなるじゃないですか。ということで一応もう剥がしちゃいました。で、見ていただければ分かるように、もうめちゃくちゃ強い力で引っ張らないといけないんで、もうこれは完全に問題ないですね。ただですね、これ結構糊残ってんですよ。これを今度じゃあどうやって剥がそうかなと。簡単に剥がれてくれたらいいんですけどね。結構これ残っちゃったね。もともとそのヒートガンとかドライヤーで炙って剥がした方がもしかしたらもうちょっとノリ、逆にこっち側にはつかなかったかなとちょっと反省しております。ただフォーも言ってられませんので、剥がしていこうと思います。それでですね、結構粘着というかこの糊が残ってしまったんですよね。で、どうしようかと思って何で取ろうかということで、家にあるのがこれざっと見てこれぐらいあったんですよ。で、まずやったのは、エタノールですね。これで、ティッシュペーパーに取って拭いてみる。ティッシュペーパーにエタノールでびしょびしょにしてね、こんなんじゃ全然ダメでしたね。で、その後にティッシュペーパーにこのエタノールを含ませて、それをこう貼り付けてですね、この糊の面に。で、その上からサランラップを巻いて30分ぐらい置いといたんですよね。これ結構こういうシールの跡って効果的に取れると思うんですけど、これでもね、ほとんど取れなかったですね、最初。で、次にやったのが、これですね、いつも脱脂に使ってるエレクトロニッククリーナー、パーツクリーナーですよね。これもですね、このままちょっとショップタオルにつけて拭いてみたり、先ほどと同じようにティッシュペーパーに含ませてサランラップで覆ってみたりというのをやったんですけど、やっぱりとにかくその糊の量が結構多く残ってしまってるんで、そうそう頑身していかないし、ある程度は溶けるんですけど、
量とその海苔の量とこの液体の量が合ってないような感じなんですよね。でちょっと困ったなと思って、一遍この KF96 って新 F シリコンオイルですね、これをつけて、まあ、浮き出させられないかな油でっていうのをやったんですけど、これもまあヌルヌルするだけで特に取れないと。であと、ネームリムーバーっていわゆるマニキュア剥がしみたいなやつの、こっちはですね、あのいわゆるアセトンっていう有機溶剤が入ってないタイプなんですね、まあ、主にアルコール類なんですけど、これがね拭くとまあまあ取れるんですよ。一番取れたんかな。ただそれでもね、そのなんかティッシュペーパーでこう含ませて取ってても結局ノリの量が多いので、取ってもまた別のところにくっついてしまうので、拭いても拭いてもなかなかきれいにならないと。で量がもうこれ完全になくなってしまったんですよ。で一応こうシール剥がしも持ってるんで、これ石油系溶剤みたいですけど、これもある程度はやっぱり溶かすんですけど、全体的にっていうとなかなか難しかったですね。であとこっちはあのアセトンが入ったあのネイルリムーバーですよね。これはやっぱりある程度ね溶かすんですよ。でちょっと一応確かめてみた、ちょっと怖いんで一応やってはみたんですけど、まあ、確かに溶かしまして、で特にねこのグリルっていうんですかね、ここの部分、糊のついた部分の下側、メッキ部分ですね、ここ特に浸食している感じはなかったんですけど、できればこれあまり使いたくないなと思って、もう結局ですね、初心に戻ってですね、このエタノールを手拭いに染み込ませて、でも拭いたらすぐに違う面をこう使って、なるべくその拭いた部分に次の糊がくっつかないようにしながら、ゴシ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 こう擦るようなイメージで取っていったら割となんとかいけましたね。まあ、結構でも、まあ、労力もいりますし、傷は多分つかないと思うんですけど、ついてないと思うんです。綺麗にはなりましたけどね、まあ、これはちょっと苦労しますね。まあ、ただこれを見ててもですね、このダイソー200円カーボンっていうのはこれ結構耐久性あると思いますよ。なのでですね、一応しばらくこのまま他の部分はくっつけておこうと思います。で、ここに剥がした部分をですね新たに、このようにまた作ったんで貼っておこうと思います。以上が今日の動画になります。ダイソーカーボン、もしよかったら使ってみてはいかがでしょうか。結構面白いですよ。それではご視聴ありがとうございました。次回もまたぜひご覧ください。よろしければチャンネル登録もお願いします。